フォアは、まあ、ウエイトがバックからウエイトが下がってる感じだったのでなのと、横もまあ伸びてて、前髪はもう結構目を隠すっていうか、割とこうどっちかに振らないと視界が悪い状態だったので、まあ、基本的にはこう短めのボブに近いショートが伸びてちょっとボブっぽい感じのウエイトになっているので、どちらかというとそのラインがショートのラインがはっきりしてない状態、例えばサイドのメリハリだったりとか、バックの後頭部を出すとか、首を長く見せるとか、前髪も長めなんだけどそれがデザインとしてはまるような長めの設定ではなくて、ただ伸びて長いっていう感じだったので、どちらかというと髪の毛のその長さ、うざさのある前髪っていうのは活かしながら、しっかり骨格を出して頭の形をきれいに見せるようなショートだったりとかっていうのをすごく意識して切りました。はい、目指すショートになるためにどんな髪をしたかっていうのを、まあ、流れとか、あと、特に大切なポイントとか、基本的にそのボブっぽい感じのシルエットになったので、なんかこう彼女って結構可愛らしい感じがあって、透明感があってっていうのはすごく活かしたかったの で逆に前上がりのラインだけで切っちゃうと、どうしても可愛らしい印象だけが強くなってしまうので、今回2セクションという切り方で切ったんですけど、下のラインをどちらかというと見た目が前下がりのライン、前下がりのラインっていうのは割とモードで強い女性像を作り出すのが前下がりのラインで、前下がりだけで作っちゃうとどうしてもそういう風な強めの印象になってしまうので、そこに柔らかさを持たせるために前上がりのレイヤーが入ることで、顔周りの印象が明るく見えたりとか、柔らかい印象、正面から見るとひし形の形になるので、どちらかというとこう動きが出やす、表面に動きが出やすくて、ちょっと可愛らしさとかっていうのを表現しやすくなるっていう感じですね。で、前下がりのラインは骨格補正にもなる、要は正面から見たときに小ざっぱりしない、もみあげの部分があることで、よりちょっとこう小顔に見せたりとか、あとはその毛をこう前に持ってきてちょっと遊びに使ったりとかっていうところがこうデザインに含まれています。はい、そうですね、はい、質感調整に関しては元々の髪の毛の状態がどうなのかっていうところから見るので、確実にこう決まったようなセニングの入れ方ではなくて、どこの毛量が溜まってるとか、どこをちゃんと取っていかなきゃいけないっていうのを計算しながら切っていかなきゃいけないので、基本的には最終形のデザインに対していらないものを削ぎ落とすっていう考え方で削っていくので、そこを意識したっていうことと、なので逆に今回のカットで例えばミドルセクション、後頭部のミドルセクションの量感を取りすぎると、今度はせっかくカットで丸みを出したりとか、首を長く見せて後頭部をきれいに出すっていう作業をしているのに、質感調整で逆に潰しちゃうということもあるので、そこの意識だったりとか、襟足もウエットカットの状態で長めに切ってるんですけど、そこから上からこう滑らしてセニングを入れることで、よりフィット感を出しながら長さを縮めていったというところがポイントになりますね。なのでこう襟足のこの生え癖が上に生えてる人とか、硬い人とか、フィットしない人とかっていうのは、ちょっとこう気持ち長めにして質感調整で調節するとかっていうのがすごく大事になるのかなっていうふうに。あとは顔周りとか、このサイドの部分も量感をバシバシすいちゃうと、彼女の毛質ってパサつきやすくて、逆にこう扱いづらくなるので、一本一本髪の毛を切っていくイメージで質感調整してあげると、より再現性が高くなるのかなっていうふうに思います。はい、スタイリングに関してはショートスタイルで巻きすぎてしまうと、どうしても老けてしまう印象だったりとか、今のトレンドにちょっとこう外れてしまう部分もあるので、できるだけ巻くんですけど、巻いてない風な毛流れを意識しながら巻いたっていうのが、すごく今回の巻きではすごく意識したところで、基本的には内巻きで巻いてるんですけど、表面は逆巻きで巻いて、前髪とトップに関してはマジックカーラーで巻いてます。でマジックカーラーで巻くことで、コテだと根元まで熱を入れられなかったりとか、前髪も根元まで入れてしまうとどうしてもおでこやけどしちゃったりするので、マジックカーラーを使うことでトップはふんわり、ここは柔らかい
く見せるところの場所なんですけど、あとは内巻きと表面の逆巻きを入ることでこう柔らかく、まっすぐストーンと落ちてると硬く見えるので丸みを作ることでよりこう柔らかく見えたりとか、表面の逆巻きでより動きとか遊びが入ってくるような形になるので、できるだけその巻き方っていうのもこうスパイラルでしっかりとか、根元までしっかりっていうよりはニュアンス的な動きが出るような巻きに対してスタイリング剤で動かしていったって感じですね。でスタイリング剤に関してもあまりこうつけすぎてしまうと重くなってしまってぺったりしちゃうので、つける量っていうのもすごく大事になってくる。スタイリング剤ロレッタの 4.0 に N ドットのオイルを、本当に少量足すぐらいの感じですね。基本的には内側からつけて、表面に薄塗りで塗っていくような感じになるので、基本的にこう一般的なお客様ってどっちかというと表面だけつけて家出るときすごく綺麗でしっとりした印象になるんですけど、時間が経つとパサついちゃう人っていうのは結局内側からちゃんとスタイリング剤アプローチできてなくて、パサつきが出たりとかシルエット怖すぎになるので、どちらかというと内側から表面になるにつれてだんだんこう薄くなっていくようなつけ方っていうのが一番理想のつけ方ですね。なので内側はこう抑えたりとか、動かしたりとかツヤを出したりとかっていう役割がやっぱりあるので、基本的には内側から表面になるにつれて薄塗りになっていくようなイメージが一番理想だと思います。でオイルも使い方を間違えるとペタンってしちゃうような感じになっちゃうので、ふんわり感を持たせてちょっとツヤを出したい場合はそのオイルの量っていうのは本当に気をつけなきゃいけないところだと思います。はい、ありがとうございます。